Yeah. はい、おはようございます。3月1日、3月始まりました。今月もよろしくお願いします。ということで、霧雨、寒いけど、それも散歩して、カッパ着て散歩して、カッパ着て、今日は新木場とコウノトロイシでした。6時半、もう7時ぐらいかな、なるのかな。はい、そんな感じでちょっと寒いけど、まあ、散歩して、ご飯食べて休みたいと思います。雨が降ってきて、目玉焼き作って、味噌汁も作って、今日は阿部亀さんのおかげ、ここにもうネギ、しもちゃんと、ご飯なんて作ろうと思えばすぐ作れちまう。1日、午後、今日は今、18時15分ぐらいかな。まだ荷物ができてないところなんで、7時ぐらいに入れようと思います。まあ、7時に入れても余裕なんで、今日は。こんな感じで、まずそこに散歩して、ただ、それも喜んでるんで、はい。手にはライト持ってます。はい、これが眩しいんだよね。携帯だから、携帯だから、なんかね、1回で眩しい。やばいでしょ。昔なんかこうやって心霊話をよくした気がするけど、昔でもないけど、10代の頃の話。Yeah! 24年3月2日、1時、午後の、1時半、13時半です。今、国道175号線。宇佐美にトラック止めて、今日も久しぶりに吉野家にご飯を買いに行きます。ちょっと今日は気分的にあまりなんか米を炊く気分っていうのを休みたいので、今日はだから疲れてるんで、なるべく休みたいので今日はご飯買っちゃいます。吉野家にいて、ご飯、大盛りご飯と唐揚げ
味噌汁セットを買ってきました。438円。結構した。まあ、今日はだるいんで。もうだるいんでね。買っちゃいました。予定ではなんか25時以降3台ぐらい25時以降だ夜中の1時以降で、予定が未定となってたんでいつ呼ばれるかわからない今日呼ばれるかわからないでもフォークマンに言うには20時から21時ぐらいには詰めるんじゃないですか多分なんてこれ言ってたけどどうでしょうか、まあ、こちらのご飯大盛りご飯に味噌汁とキムチちょっと食べたいと思いますはいいただきますご飯ができました今日のご飯米お吉田の大盛りご飯に煮物にキムチ唐揚げトマトこれ熊昆布味噌汁はいいただきます今日は食ったわけないんです容器はでかいけど中身は半分しか入ってません。味噌汁だけもう一杯作ることになりそう。全くの満足できない。2024年3月3日今日は今もう5時15分やっと黒丸です本当だったらもう高速ぐらいまで上信越ぐらいまで行ってると思うんだけど神戸ジャンクションでとあるバス会社に、おかしなことされて急ブレーキでもないけどブレーキ踏むことになって一回工場戻って積み直しましたということで荷物を、16パレ積んでたんだけど12パレ分積み直ししました。寒い。とりあえず眠いんでもコーヒー買ってきました。積み替え4時間押したからね。とりあえずバス会社は連絡取ったんで明日またまあちょっと対応が悪かったら、ドライブレコーダーの映像をもう YouTube、X、Facebook、Instagram もうどこでも流しちゃうちゃんと対応してくれたら、映像はアップしません。荻野屋で釜飯買ってきましたこれ奈良漬けでしょこれ奈良漬けこの入れ物いいなちょっとでは開けます峠の釜飯荻野屋横川はいサービスエリアこれお手拭きで気にしてるのはソル君気になるな、それな。よし。はい。横川駅、荻野屋です。国道18号線沿い。昔、ヒッチャイクした場所です。こんな感じで、では、いただきます。いただきます。避けて。まずご飯ちょっと。いただきます。うん。1300円1個食べたら見ます。はい。
はいよ。もう一回回って。はい。